人と妖怪、科学と妖術が共存を果たし、無秩序かつ安寧の大陸桜源郷。長きにわたるその均衡はもろくも崩れ去る。西域より蔓延を始めたマイナスの波動の影響により枯渇を広げる大地、そして妖怪種族の凶暴化という異変。かつて信仰と文明により支えられた理想郷は見る影もなく混沌に飲まれている。覚悟はできてるだろうな、ウジ虫ども。勝手に殺すなっての。そういや最近三蔵一行つって襲ってくる連中がいなかったな。もしかして僕らだと気づかれてなかったんじゃありませんか。汚すぎて。この辺りってもう桃源郷の最域なんだ。ちょっと進むごとに告られるもんな俺ら。行きますよ。準備はいいか野郎ども。他人の倫理を犯したらそれはもう理念なんかじゃねえ。たとえ相手が死者でも。目新しいもんがいっぱいでちょっとワクワクしねえ。旅してんなって感じ。まあそれを言うなら俺たちだってどこにとって変わんねえけどな。ワンパターンも貫き通せばそれが僕らのスタイルですよ。西域リロードブラスト7月より放送開始。日は落ち、闇が世界を喰らうだろう。それもお主の予言か。いな、摂理だ。